北海道釧路市が舞台になった第33作目の夜霧にむせぶ虎次郎です。釧路にやってきた虎さんが、このぬさまい橋のところでですね、働くお店を探している理容師の風子という女性、これは中原理恵さんが扮してたんですが、その女性と出会うというそういう設定です。ここが寅さんが風子と出会った川岸ですが、今はこの川岸もすっかり整備されていて、映画とは変わっていました。